どうも皆さんこんにちは、新田です。新田のダンススクールでやってまいりました。せいやいやいや、はい、今回は第ボリューム第20弾第って言っちゃった第20弾ということでですね、とうとう20弾目でございます。よろしくお願いします。今回はブラックピンクの Don't Know What To Do でございます。いや、リクエストいただきましてありがとうございます。今回のダンスは比較的爽やかに美しく踊っていただくような内容になっておりますので、心をね、清らかにして踊っていただければなというふうに思います。よろしくお願いします。そんじゃあ早速行ってみましょう。今回はウズベキスタンです。どうぞ。しゃ、はい、それじゃあやっていきましょう。Don't know what to do。 まずサビに入る前から入ります。サビに入る前は人差し指と中指をくっつけて、この2本の指を出していただいて、くるくる後ろに回してクロスさせます。この時左手が上です。クロスして右肩からワン、ツー、スリー、フォーとなります。開いてドンです。で、頭は左側に傾けてあげて、右手を前に出します。その時に手の甲が左側に向くように出してあげましょう。こうです。その時に腰、ワン、ツー、2回ですね、あれです、ワン、ツー、そしたら、スリー、フォーがあるので、ここから、ワン、ツー、スリー、フォー、手を合わせて、下に向けます。で、ここから、手を持ってきて、前、で、今度は下に開く、で、もう一回左に開く、です。ワン、ツー、スリー。はぁ、ここから、伸びて、ワン、ツー、スリー。というふうに、その時、右足で、ワン、ツー、ステップを取ってあげます。アップ、アップ、アップ。ここからゴン、パッ、状態を変えて、今度は、右手が上、左手が下です。 Don't know what to do というふうになります。トットン、トットン、腰がアップ、アップ、アップ。その時に手が引きつけられる、引きつけられる、引きつけるイメージですね。腰と肘を引きつけるイメージ。手をぐるっと頭の顔の前に回してあげて、で、両手でクロスさせます。今度は右手が上、左手が上、右手が上、左手が上っていうのは、その時に足が前、右足から1、2、1、2じゃないですね、1、2、1、2です。先生やると1、2、3、4っていうふうになります。両手、右手、左手っていうふうに左側に全部向けましょう。その時に顔が左側を向けます。トン。で、今度は右側に向けます。トン。そしたらここから、真正面を向く時に手をぐるっと回してあげます。これはこの回転ですね。反時計回り。ここから左側に手をブーンと持ってきて、パッ。トン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 。その時に重心も前に。体が前に行くようなイメージ。ちょっと腰がこういう風に入っていくイメージで、トン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 。くるくる、パッ、ぬぬ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 、はい、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイ、ワン、ツー、スリー、フォー、8、1、2、3、4っていう風になります。そしたら一旦ここまで音でやってみましょう。
その後までやったんですけど、トン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 まで来たら、ドンのワッチ、ドゥイラゲンというところで、もう一回さっきと同じことをやります。ここから、はっ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 、右手を書いて、というふうにします。です。で、くるくるトンまで来たら、次、右手、左手、両手使って、ワン、ツー、スリー、フォー、右下、左下、右横、左横、右手で5、6ですね。5で体を左側にグッと手で持ってきてあげて、左手と左足でアクセントを取ります。はい、ここから手で持ってきて、そしたらここまで来たら、頭をヘッドインしながら、左、右っていうふうに入れてあげます。その時に今手がついたんですけど、左、右。っていうふうに頭を上から撫でるイメージで、ドン、で、ドン、2回、ドン、ドン、使って、ああ、ここはボディウェイ、ドン、ドン、今度は右足を持ってきて、書いて、になります。右手をドルン、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 ボディウェイブは同じなんですよ。こっちのボディウェイブをやるんですけど、ここも結構早いので、回してきたら今度腰で逃がしてあげる。こっち側に。ドン、ドン、ドン。で、手を使ってアクセント。ここまで来たらもう一回、ゆらゆらと入れましょう。のところで、右、左、右、左。そしたらさっきと一緒、回してきて、ダウン、下から、アップ。そしたら、あとは、don't know what to do, don't know what to do っていう2回あるので、ここから、don't know what to do. で、この時には深く入ります。1, 2, 3, 4の時に手が3, 4、頭の上まで3, 4、反対6で、5、6は2回です。1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8。あとはポーズです。最後は2回やって、手をまたくるっと回しながら、ここからおさらいすると、ども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 きました。トットトットトゥルララトゥン、移動して、はい、回して、アクセント、下からアップ、ヘッドイン、左側、右側、ボディウェーブ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 、もう一回、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セーブ、エイ、エン、Don't know what to do, ha! Don't know what to do it again. それじゃあ音でやってみましょう。
疲れ様でした。ブラックピンク、Don't know what to do、 いかがでしたでしょうか。まあそういうところのテイスト、雰囲気を自分のフィーリングに出せるかっていうところです。結構乗る部分とか腰部分、腰の使い方とかあるんですけど、重たさはそんなに今回はないです。むしろ結構軽快な感じがありますから、そこに対してしっかりとこうアプローチができるようにしてあげるっていうところが大事ですね。線をいかに表現するか、ぶつ切りじゃないですよね今回ダンスが。結構なのでそこをこううまく表現できるようになってくると、そのある意味結構女性らしいダンスなどがうまくなると思うので、ぜひこの今回の Don't Know What To Do、思いっきり練習してみてください。はい、それでは皆さん今回もいかがでしたでしょうか。質問やリクエストなどございましたら下の方からよろしくお願いいたします。今回の Don't Watch Doom も海外の方からリクエストいただきました。ありがとうございます。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは皆さんまたお会いいたしましょう。ありがとうございました。せーの、おい、スイッチ。